食事の内容を見つめ直したら思ってる以上に腹筋が割れてしまいまして、あ、もう一回やりたい。写真集を発売するって撮影するって決まって、私すごく嬉しくて、なんか今の自分よりもなんかよりいい自分を残したいと思って、ちょっと普通のグラビアの方たちは何をするのかはちょっと自分は分からなかったので、トレーニングの回数と食事の内容を見つめ直したら思ってる以上に腹筋が割れてしまいまして、やっぱりやった以上は褒めてほしくて、先輩たちに見せたらこんなグラビア見たことないって言われました。でやっぱり一つ一つの腹直筋のカットが出ているって褒めてもらって嬉しかったです。はい、お願いします。はい、今回受けていただく方も失礼します。じゃあ赤井さん、スリーキック披露したいんですけど、はい、このイベントをやるにあたって10冊買ってくださった方に特典が何かできないかなと思いまして、やっぱり自分は今現役のプロレスラーなので、こう打撃体験がやっぱり現役の選手から受けることってなかなかないと思うので、普段の対戦相手がどういう衝撃なのかって体で感じてほしくて、この特典を選びました。それでは皆様よろしくお願いいたします。はい、じゃあまず一発目、はい、はい、いきます、いくよ、はい、あ、もう一回やりたい。大丈夫ですか、もういいですか、と、どのアングルがいいですか、この、こっちが大丈夫ですね、ただ、そうなる、赤井さん、右足とかある、右ですね、大丈夫ですか、スチューザー、ムービーさん単独で入れます。正面。はい。じゃあ、ただ、こっちのなんかそうですね。はい。はい、じゃあこれで最後になりますので。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ最後一言、高井さんの方からお願いできますか。はい、普段なかなかこういうイベントもないと思いますが、今まで、ミットなしの状態での蹴りを見たい方はぜひプロレス会場に足を運んでください。本日はありがとうございました。赤井咲でした。ありがとうございました。熱ありがとうございました。失礼いたします。